欧州からのオファーはなかったんですかと。どうなの、ルール的に厳密に言えばここも欧州に入るんちゃうかな。ウェファです。ね、ここだから欧州ですよ。僕オランダのアムステルダム経由で、アムステルダム経由で来たんですけど、もう入国はアムステルダムで終わってますね。だからリトアニアではパスポートは見せてないんです。そういうのもいい勉強でしょ。僕もアムステルダムでパスポートコントロール行って、えと思って、リトアニア欧州なんて思ったのが最初だったんで、何事もいい勉強ですよね。なんで欧州遺跡ですこれ。